どうも TQQ です。本日中間パッチが実装、早速内容を紹介していきます。まずワールドオブウォークラフトコラボが開催、トールビョンとマグニ、ウィドウメーカーシルバナス、ラインハルトリッチキング、ゼニアッタスロール、こちらの新スキンがショップに登場してます。ほんでライバルプレイの変更点、ドライブ、シーズン終盤のライバルプレイロール級で開催される期間限定のイベント、チャレンジをクリアしたらライバルダストと新アイテムシグネチャーをゲットできます。このシグネチャーは POTG とか名前が表示される箇所で表示されると。一般的なアップデートはミステリーヒーローがロール級になってアンランクのメニューに追加されてます。デスマッチはアンランクからアーケードのメニューへ移動してます。ここからはヒーロー全般の調整、アーマーのダメージの一律軽減量、直撃の1回あたりが10から7に減少、ソルジャーが一発あたり18ダメージで、調整前が8ダメージやったところ今回の調整で11ダメージ入るようになってます。アーマー持ちの耐久力が想定以上やったため調整されてると。アーマーの有無で性能が大きく変わるっていう状況を避ける狙いがあるようです。まあ、ただアーマー持ちからするとちょっと痛い調整ですよね。タンクロールのパッシブのノックバックへの耐性が 40% から 25% へ減少、こちらはジュノの登場でラッシュが仕掛けやすくなった影響もあって弱体化されてます。ルシオの吹き飛ばしなどでかなり飛ぶようになりました。ここからはヒーロー個別の調整、ディーバメックのアーマーが375から325に減少、メックの基礎ライフが200から225に増加、アーマーは50減少してて合計の HP は25減少してます。ほんでディーバにはバグ調整も入ってて、スピードブーストを使うたびにブースターの移動速度のブースト量が倍になっていくっていう不具合があったらしくて、それが修正されてます。これはジュノで射出した時が分かりやすく尋常じゃない速さで飛んでました。こちらはバグ調整なんですけど、ジュノリングでの射出戦法がかなり強かったんで実質大きな弱体化になってます。アーマーの弱体化もあってディーバは厳しめの調整です。オリーサはフォーティファイ、移動速度の低下率が 20% から 10% に低減、半分になって前よりかなり使いやすくなってます。カチカチのまま詰められるっていうのは強すぎるんで、ペナルティの 10% が残されてるっていう感じらしいです。ロードホック、テイクアブリーザー、リソースの毎秒のチャージ量が8から10に増加、こちらは弱体化前に戻ってるみたいです。環境的には厳しめではあるんですけど、これで生存能力は若干アップした形になってます。シグマのハイパースフィア、直撃ダメージが25から15に減少、爆発ダメージは30から40に増加、自爆ダメージを削除、この調整によって密集する敵にダメージを出しやすくなりました。自傷ダメージの削除は嬉しいですよね。バスティオン、強襲モードの拡散のアングルを 2.2 度から2度に変更、若干ですが拡散率が下がって使いやすくなってます。あと砲台モードの方はアルティメットのコストを 12% 減少、小さい敵に遠くからでも攻撃できるようになってます。あとタンクに強くなりすぎないように調整の規模は抑えられてるみたいです。キャスディはフラッシュバーン、妨害能力の持続時間が 1.2 秒から 0.9 秒に減少、 0.3 秒減少して結構軽くなったなっていう感じはします。爆発ダメージは45から75に増加、スタン時間が短くなった代わりにダメージが30アップしてます。デッドアイはコストが 10% 減少、スタンによるストレス軽減を改善するために調整されたみたい、まあ、ダメージが上がってるんでそこまで悪くはないのかな。半蔵、嵐の弓、通常の矢を投射物サイズの一律変更の対象外に、偏差なんで大きめの矢やったんですけど今回は対象外になったということで小さくなってます。最大ダメージが120から125に増加、この調整によってヘッドショットダメージが240から250になって250族までワンパン可能になりました。250族はオーバーウォッチの中でもスタンダードな体力なんで、かなりの人数をワンパンで倒せるようになります。
バッシュとか穴とかは抜かれやすいヒーローなんで、相手にいる時は気をつけた方が良さそう。あと最大チャージ時間が 0.72 秒から 0.87 秒に延長。いつもの感覚で打つとちょい残しになっちゃいます。まあ、気持ち長めに引き絞る必要があるので注意が必要です。ワンパン可能ヒーローはかなり増えたんですけど、代わりにチャージ時間が長くなって矢も小さくなってるんで、ちょっと難しいかもしれへん。まあ、設定が入ってれば最強っていう感じでしょうか。ベンチャー、探検家の決意。発動時に得られるアーマーの量が40から30に減少、10減少してます。最近勝率の高いベンチャーにも弱体化が入ってます。前よりもアビリティの使い方が大事になってくるかもしれないですね。モイラ、コアレッセンスの1秒あたりのダメージが70から85に増加。今回もダメージに強化が入ってます。まあ、直線マップなら結構なダメージ入るんちゃうかな。ライフイーバーはソーンボレー、弾薬数が80から100に増加。トゲが100発も出るようになりました。火力自体は結構高いこのトゲなんですけど、まあ売ってる場合じゃないことが多いのでどうなんでしょうか。まあともあれ強化は嬉しいですね。ゼニアッタ、破壊のオーブ、ダメージが48から50に増加、2ダメージ増加してます。フアのオーブ、ターゲットごとのクールダウンが7秒から6秒に短縮、こちらは1秒短縮、嬉しいですね。まあ最近の環境ではあんまり見かけへんゼニアッタ、ライフを増やす方向にも検討されてたみたいなんですけど、まあ、別の問題が発生したらしくてダメージを増加させる方向になったらしいです。ということで、気になった半蔵とライフイーバーを軽く使ってきました。よかったらご覧ください。奇跡的なプッシュ、よし、アトリーパー裏で終わりか。デスブロスタム、デスブロスタム、ワンチャンかけてくる。ほらだ、あ、本当にあれダメージが出ない。早すぎてダメージが出ない、ふざけんなよ。あと半蔵、オッケーオッケー。ああ、足が押せ、足が押せ、俺もサテライトに入れてー。ミルクと俺の反復横跳び、外したね。オッケー、火力が高くなったけど、弾が若干小さくなったから感じるな。さらにワンチャンをかけるようになったかもしれん、半蔵が。今回は、このライフイーバーで、音ゲ100発敵に打ち込みます。上に向かうけど、あー、マジで離れないでほしい。嘘ついた。誰が狙ってる？俺？そっから出てくんな、もうこっから出てくるな。トレーサーのタイル立って、あかん、グリップがもうない。オッケー、あれ溶かすわ。気持ちわかる。ウィドゥのスキン、ワウのやつやん。ダメんな火力。おお、強っ、火力高いな。俺でもソーンボレーを打ちに来たからな。出せもう。で、こっからこうよ。しゃあ、ほら。はいはい、オッケー、完璧だ。もう木本出たもんね。建築家です。 MBTI は建築家、このライフイーバー。オリス出てきた。
何この不毛な時間あんま使わんから分からへんかったけど、ペタルとキー割とええな